ごちそうさまでした。皆さんこんにちは、運転手の翼です。本日は大阪メトロ御堂筋線と長堀鶴見緑地線の心斎橋駅にやってまいりました。北は本町、南は難波までの長い長い心斎橋筋商店街の真ん中あたりにもともと心斎橋という橋があったそうです。それでは早速心斎橋を見に行きましょう。心斎橋駅一番出口を出ましょう。ルイ・ヴィトンですね。交差点名新橋です。あら、また東京みたい。この新橋という交差点を左に曲がりましょう。もしくはこの辺の地下街クリスタ長堀からも、行くことができます。さあ、こっち側へ進んでいきましょう。お、なんか緑色の街灯が立ってます。そうです、到着しました。こちらが心斎橋のあった場所です。心斎橋筋商店街と心斎橋筋商店街、ちょうどそのど真ん中にこのように心斎橋を復元したものがあるんです。反対側もこんな感じで緑色の街灯が立ってます。心斎橋の北から南側へ歩いてみると、あー、心斎橋って書いてあります。南側へ歩いてみるとこんなものがありました。缶コーヒーではなくて心斎橋の歴史のようなもんですね。江戸時代は木造で、明治時代に鉄橋、そして昭和に石の橋。そうなんですね。かつて心斎橋の下には長堀川という川があったそうです。しかしすでに長堀川はもう埋め立てられてしまっています。現在はその下をクリスタ長堀、そして大阪メトロの長堀鶴見緑地線が走っていますけれども、なんと真ん中のこちら、明治の時の鉄橋が今でもどこかに残っているんです。その残っている場所とは、長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅の由来となった花博記念公園鶴見緑地、そこに心斎橋があるんです。鶴見緑地駅一番出口を出ましょう。ここから先は根性で道を探すしかありません。ちょっと Google マップに公園内の地図が詳しく載っていないんです。ローソンが見えてきました。向こうに渡りたいんですけども、渡れるかな。信号が、どこだ、どう行くんだ。あ、向こうの方に信号がある。信号まで歩いていきます。なんか金属の時計と時計台かな。で、やっと交差点。あ、噴水が見えますね。この中が花博記念公園鶴見緑地。さあ、信号が青になってから入っていきましょう。道路を渡りきって、お、公園内の地図があります。ここっていう場所をちょっと探しましょう。緑地西橋、緑地西橋、現在が今この辺にいて、緑地西橋が西だから、あ、あった、ここですね。緑地西橋って書いてあります。名前は変わってますけど、こちらがかつての心斎橋だそうです。じゃあどう行こうかな。ここを真正面をそのままこう行って、あとは池に沿ってこんな風にうわーってうわーうわーうわーって行けば、あ、着きますね。まあ適当に歩いていきましょうか。結構時間ありますし。噴水が見えてきました。今日の最高気温確か昨日と同じだから、まあ20度は超えてはいますけども、ちょっとまだ
入るには寒そうかなって。いやもうでも子供たち違いますね。もうお水の中で大はしゃぎしてます。方角で言うとそのまま真っ直ぐですので、方角で言うとどっちかな。まあ真っ直ぐ進んでいきます。もう子供たちの悲鳴を後にして、あそこにレストランがありますね。このレストランのところを左に曲がるといいと思います。池があります。レストハウスに、あ、レストランじゃなかった。あら、こっち側に行きましょう。なんか竜宮城みたいな、厳島神社みたいな、なんかそんな水辺の建物があります。調べてないのでどういう建物か分かりませんけども、まあ、帰ったら調べてみます。見えてきました、大芝生。あ、風が心地いいな。緑のせせらぎ、なんかこのドームっぽくなっているこの緑のせせらぎ沿いに歩いていくと、いよいよ旧心斎橋が見えてきます。キャンプ場でワイワイバーベキュー。そんな横を通ると、お待たせしました、いよいよ心斎橋から頑張って長堀鶴見緑地線を乗って見えてきました。誰も見向きもしてくれない緑地西橋という橋。この緑地西橋のこの丸く弓の形になっている部分、こちらがかつての心斎橋の時に使われていた鉄骨だそうです。緑地西橋って書いてあります。さあ渡っていきましょう。かつては長堀川にかかっていました。その時は心斎橋っていう名前でしたけれども、その後転勤族のように、点々と架けられる場所が変わっていたそうです。なんか向こうにお寺かなんかありますね。ちょっとズームしましょうか。あら、なんだあれ。そして反対の南側は伊予が見えます。ここから先なんでしょうね、住宅街なのでしょうかね。さあこんな感じで橋渡って、ついでに両サイドも見てみました。さあ今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。橋が引っ越すなんて面白いですね。しかも転勤しまくるなんて、もうまさに転勤族の橋です。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。